始まりました東京ホテイソンのオフィシャルチャンネル。シュウ自身よーい、ストリートファイターの新キャラクターの久保直樹のジャックパンチか。シュウ自身俺たちはジャックパンチと強パンチじゃねえ。俺たちはで強パンチ。シュウ自身で強パンチいけよ。俺たちはまだいるだろ、あと2人。野久保直樹だけじゃないぞ、それやるの多分。何やってるんだお前。ストリートファイターシリーズだ。いいんだそんな。指導する可能性が高いです。始まりそうじゃねえか。さあ今日はどうしますか。今日はですね、はい、なんかインタビューとかしてたらですよ、なんかまだ中二病エピソードがいっぱいあるんだと思って。ああなるほどね。この前タケルがびっくりしたのが、はいはいはい、俺が中学校の時に卒業式で、みんなが号泣してよかったねってなってる時に、打ち上げ誘われたんですけど、みんな行くよね打ち上げに。行かずに、あの大塚にある、あのバク転教室行ったんですよ。びっくりしました。また新しいのが出てきたと思う。これマジですよ。もう6年ぐらい一緒にいて、あの僕は無痛症っていうキャラと、あの冷凍みかんを溶かして行くキャラと、あと何でしたっけ、なんかね、そんぐらいか知らなかったんですけど、まだ出てくるかと。バク転できるやつかっこいいと思ってたんで、かっこいい、格闘技できるやつ、はいはいはい、バク転教室行って、バク転はできなかったんですけど、側転だけして帰っていったっていう。なるほどね、そういうエピソードがありつつで、はい、まだ抜けてないなって思ったエピソードもあって、この前インタビューでさ、いっぱいインタビューしてった後に、誰に影響を受けましたかって言って、僕は親父って言ったんですよ。あれボケてないの、マジで。ジョン・レノンって言ったんですよ。どこがだ、嘘つけ。これマジで、あ、抜けてねえと思って。抜けてないよ、ほんと。ジョン・レノンって言えばかっこいいと思ってる自分がいて、いやちょっとびっくりした。探したらまだあったんで。なるほど。中二病エピソードダウト、おお、しようかなと。どういうことですか。今から4つ話します。その中に3つ本当があります。俺のもう学生生活だったら、はい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 、急に臭いなっていう、で1個嘘です、完全に。なるほどね、はい、それを僕が見破るってこと。はい、で、あのメールも来てたんですよ。ほうほうほう。あの翔吾さんの中二病エピソードをこう話してもらって、その中に1個嘘を入れてもらって、なんか尖り人狼みたいな、はい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 、やってくださいみたいな言われたんで、それやってみようかなと。エピソードダウト、はいはい、じゃあ行きましょう。はい。おい、お客様に人間の出口を見せるな。タイトルは芸名。ほう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 。高校卒業してNSC 時代です、はい、まだ抜けてなかったんですけど、はい、NSC 時代にシェパードっていうコンビを組んでたんですね。本当はウルフだったんですよ。はいはい、狼だと思ってたんで、はいはい、一匹狼的なね、はいはい、でもウルフ怖いからシェパードにしようって相方に言われて、その時に芸名どうするかみたいな話になって、その時に結構やっぱり中二病だったんでしょうね、北欧神話の神兼ガリバー旅行記、に実在、出てきた、ラピュタ国の言語、ラピュタ語で王様という意味を表す言葉を芸名にして、ウルっていう芸名だったんですよ。マジ？遊戯王にもあるんですよね、自爆神っていう。はい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 、はい、ウルっていうキャラクターがいて、俺それもすごいフォルムが好きで、はい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 、あ、全部俺だと思って。北欧神話のこう弓矢の神様、狩人の神様。いや、これありそうだな。全然ありそうだもんな。だって、アヒルの後さ、シカルドダックっていう芸名だったじゃん。ドナルドダックのドナルを変えて、シカルに変えて、シカルドダックとか。ちょっとこれ芸名はありそうだな。好きそうなとこで持ってきてるもんな。題名は、マック。中3の時に俺初めて彼女らしい人ができたんですよ。中2の頃にいたんですけど、はい、ちょっと俺がカッコつけすぎてて、メールでしか話しないっていう、暴挙に出たんですけど、それももうエピソードダウトの中の1個だけどな。まあまあ、はいはいはい、で、まあ、中3の時に初めてこう会話できる彼女ができて、あ、おい、どなんだその会話したんですか。違う会話できる彼女っていう名目がおかしいからな。会話しててみたいな、はい、で、あのマクドナルドに行ったんですね、場所も言いましょうかね、光が丘です。あ、はいはいはい、光が丘の、マクドナルドに行きまして、はい、そこで、その時食べ方が特殊なやつがかっこいいと思ってはいはいはい、で俺はそのマックのポテトを1個取りまして、こうするのは普通だと思ってたんで、3つちぎって1個ずつ食べるっていう、
ポテトを3つにちぎるんですよ。1本のポテト、はい、はいじゃなくて、はいじゃなくて、1本のポテトを3分割するの？3分割して左右真ん中から食うっていう食い方をずーっとしてて、次の日に振られたっていう話です。え、何それ、それの何がかっこいいと思ってたの？一本で俺は行かないぜってこと？だからサラダドレッシングつけないとか、あったね、要はその栄養をどうにかこうにかしてかっこつけたかったの。意味がわかんねえ、これ。いや、これ嘘っぽいもんな、マジで。いや、これマジでわかんないわ。三つ目、タイトルは、給食。あ、給食ね。うん。うん、高校時代なんですけど、はい、お弁当だったんですよ。お昼がね。お昼がね。うん、で、購買部ってのがありました、高島高校には。はい。うちもありました。ありましたね。うん、で、まず、お弁当持ってくるやつ出せると思ってたんで。あ、出たよ、もう。親に。でもその感覚は、これはちょっとわかるんだよ。ちょっとわかるでしょ？そう。で、購買部でパンを買うために親から500円もらって買ってたんですよ。はい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 。で、なんか購買部がおかしくて、高島高校。うん。クリームパンとか、ピザパンとかがめっちゃ売れてたんですよ。はいはいはい。焼きそばパンだけすっごい売れ残ってたんですよ。ああ、なんか焼きそばパンが一番売れそうだけどね。なんかね、すごい残ってたの。うんうんうん。それになぜか自分を投影してしまいまして、うん、焼きそばパンこいつかわいそうだなと思ったんですよ。うん、俺もあんまり日向に浴びる感じじゃなくて、はいはい、どっちかというと影の人間、影の人間で、じゃあ二人一組で組んでみたいな時も、うん、なんか俺だけ余って、はいはいはい、だったんで焼きそばパンにすっごいこう自分を投影してしまう、愛着があったんですよね。愛着があったんですよね、うん、で焼きそばパンを毎回買ってたんですよ、うん、で愛着ありすぎて、俺高校時代にそのギター始めたんですけど、うん、バンプとかラットの影響で、はい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 、まあこれはいいじゃないですか、まあよくある、俺らもやってたし、でオリジナル曲作ったんですよ、うん、で焼きそばパンと自分を投影した焼きそばライダーっていう曲を作ったんですよ。どんな歌かは覚えてないんですけど、作ったのは作ったんだ、はい、これは絶対に覚えてて、最初の歌詞っていうのが焼きそばライダーどこへ行くっていう歌詞で言った。焼きそばライダーどこへ行くっていう歌だったんですけど、じゃあ全部のサビとか覚えてないんだ。覚えてないんですけども、うん、なんか実家にあると思うんで、もしあったら歌詞が見てみます。でもな、ちょっとこの3つ目は正直途中まで俺もわかるから、うん、購買で買うとかギター始めてバンプとかラットに憧れるっていうとこまではわかんない。うん、焼きそばライダーがちょっとさすがに分かんなかったけど、ありそう、これは。タイトルは岩田先生です。これは本当まさに中二です。今でも覚えてる、中二です。中二で結構、荒れた時期があったんですよ。はいはいはい、はい。まあ、荒れたって言っても大したことないんですけど、うん、こう、なんか、ピアスを開けたいなとか思ってて。ね、開けてはないんでしょ？親が厳しかったんで。はいはいはい。そこはそのトイレで、不良の仲間とかには、俺画鋲で開けれるよっていうことは言ってました。なるほど、もう中二病だ。画鋲で開けれるよ、みたいな。で、俺の親と岩田先生すごい仲良かったんですけど、うんうんうん、岩田先生がめちゃくちゃやばい。結構怖い人で、なるほど、俺の通ってた中学校の隣の中学校でめっちゃ荒れてた中学校をその先生が一人で直した。なるほどね。女子生徒が荒れてた女子生徒がいたら、その女子生徒の机を窓からバーンって投げる先生。ああ、だからもう昔仇だ。でラグビーやってて、でその先生と俺の親仲良くて、うんうんうん、翔吾が最近こんな感じなんですよ、うんうんうん、っていうのを話してて、で授業終わって、岩田先生国語の先生だったんですけど、うん、授業終わりぐらいに俺が友達にペン借りてたんですね、うん、はい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 。でそのペンを、授業もうすぐ終わるから、あ、これ返すわって言って返したんです、うんうん、そしたら岩田先生それ見てて、うん、俺岩田先生の前では怖かったからあんましなかったの、悪さを。いい子いい子してたってことね、うんうん、でも岩田先生は多分俺のことを直したいから、うん、はいはい、もうお母さんから聞いてるしね、いろいろね。だから更生させるポイント、だから怒るポイントを探してた。これを俺のターゲットにしたの。はい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 、はい、まだ授業終わってねえだろ、ブラーっつってブワーンってされて、机と机があるでしょ、うん、の間通る道あるじゃん、うん、そこに椅子ガーンって溶かされて、思いっきりボーンって、はい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 、そしたらボンバーマンみたいにズーってで、ボーンってなって、うん、大人の本気を見たことなかったね。はい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 、怖すぎて。でも中なんか恥ずかしいから、生徒がみんな見てるクラスの、はいはいはい、可愛い子とか好きな子とか、うん、恥ずかしくてやめろやみたいな。なるほどね、ちょっと強かったんだ、ちょっと低かった、うんうん、うん、そしたらうららーって言われて、ここをさらに上に上げられて、もうこの状態、はい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 、怖すぎて震えちゃったの、うん、本当に怖すぎると人間で震えるの、うん、で恥ずかこれが恥ずかしいのよ、止まんねえんだ、止まんねえんだ、うわ恥ずかしい。でこの2年を逆にすれば収まると思ったんだけど、さらに出ちゃってこんなんなって
はい、怖すぎて、はい、そしたらこの机あるんでしょ、うん、机に思いっきりバーンってされて、岩田先生すげえな、要はエビ取りよ、あーなるほどね、こういう、はいはいはい、こうして岩田先生がこの距離でグワーンって近寄ってきて、うん、で俺がエビ沿いでブーンってなった瞬間に怖すぎておしっこピュッて出ちゃったおしっこがピピって明らかに出たんだよ。これはバレてないよ、おしっこはバレてないよ、そのあ、だから自分で感じでは分かる、あ、2、3滴出ちゃったっていうぐらい、2、3滴じゃない、ピピュって、あ、どのぐらい、本当にもうピピ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 ピ、ああ、ああやば、赤ちゃん、やば、だからその中二病をこじらしたがゆえに巻き起きた悲劇ってことだよね。でそっから治ったんですよ。あーなるほどね。むしゃくしゃしてきたぜー。1芸名、2マックですね、ポテト、3焼きそばライダー、4岩田先生、もう消してくね、1個ずつ。あー、芸名は絶対本当、これはもうマジで本当、はいはいはい、焼きそばは結構俺はあるあるな気がするから、これは本当。学生時代変な子は曲作ったり購買で飯買うのがかっこいいと思うから、だから俺は2から4だと思うの。ほう、で意外とそういう先生っているから、俺はごめん2にします。マクドナルドの3つ3等分にして食うが嘘だと思う。白よ。俺は焼きそばライダーっすかね。焼きそばライダー、なんで焼きそばライダー2人でなんかありえるけどね、焼きそばは。タケルもなんか曲作ってたよね。作った、なんか君のためにみたいな、なんか。なんかそっちに行くと思うんですよ。なるほど、確かに焼きそばに気持ちは入れないか。ごめん、俺も変えるわ。3にします。確かに、君のためにとかはあるわ。彼女に作る歌とか好きな人に作る歌は作るけど、焼きそばに投影するは確かにないわ。よし、じゃあ、ファイナルジャッジ。トゥ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 。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。残念！待って、逆にじゃあ焼きそばライダー本当なのかよ。残念！どれだ？ちょっと待って。どれだと思う？逆に。2、2、2！ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。2、2。正解！わー、ポテトなんだ、やっぱり。いや、思った。2です。マックです。もう完全嘘。完全嘘。あーでもいや、ちょっとやってそうだもん、2も。ちょっと待ってください、3についてちょっと詳しく聞いてもいいですか。焼きそばライダー、焼きそばライダーについてどういうことですか。よく、確かによくが分かります。まずあの、バンド組んでたんですよ。あー、まあそれはある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 、全然あるある。ソニックブレイブっていうなんかもう横文字好きだな。ソニックブレイブっていう、いや全然ある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 、あの魔法のアイランド。大丈夫、俺もラッキーっていうバンド組んでたちゃんと L じゃなくて R でラッキー大丈夫、大丈夫、それは全然あるから。ソニックブレイブってなんか活動してますよっていう、いや分かる分かる、全然なんかあったよね、うん、プロフィールって作るんですよ、リアルとか、うん、バンド日誌とかね、やっててそこで披露しようかなと思った曲でして。そうなんだ。あの、俺の友達もなかなかの中二病で、なるほどね、絶望ピエロっていう曲があったんですけど絶望ピエロと焼きそばライダーの日本軸のバンドだったんですけども、やば、ちょっと探してきてくんない。探しますか。歌詞ちょっと披露しよう、ここで。焼きそばライダーを。一回家で探してもらって、はい、それをちょっと今度、新一さんとかさ、ギター弾けるじゃん。はい、だから、新一さんにギター弾いてもらって、焼きそばライダーを歌おう。なるほど。不正解だ。そうだ。残念だ。残念ですが。とりあえず、焼きそばライダーだけ探してください。はい、了解しました。じゃあ、焼きそばライダー交互期待ということで。以上、東京テイソンでした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。おい、ビブラート侍か。